急行します。釜飯は買えませんでしたが朝まごうには間に合いました。今から皆さんに馬鹿げてると普通の人は思うであろうことをご紹介します。駅の切符、まあ、それにはいろいろ種類があるわけでして、普通に出てくるこうちっちゃいやつ、エドモンソン券っていうんですけど、そういうタイプの切符と、それからこれ、緑の窓口で主に購入をすると出てくるタイプの切符で、これはマルス券というふうに呼ばれています。緑の窓口の中に備わっている JR の切符の発行機、マルス、マグネティックオートマティックリザベーションシステムなんですが、そのマルスという機械から発行されると、このような切符になるのです。で近頃ではそのマルスという人が操作をする JR の駅員さんに操作してもらう券売機以外にも自分で操作をする、そしてこういう風に指定席とか長距離の乗車券を購入できる高性能自動券売機もありまして、それを MV と言います。その MV の、 由来とかそこまでちょっと私も知らないんですけど、自分でピッピッピッとやってそれを切符が、まあ、一般的には指定席券売機と呼ばれている券売機があります。これにも様々やっぱり古いものから新しいもの種類がありまして、私がさっき高崎駅で買ったのは MV35 という自動券売機、それを操作して購入しました。そして、それからね、どこだ、あそこ、まあ、どこだとかどこでもいいんですけど、まあ、ほとんどの駅にある、まあ、最近の新しいタイプのものは、MV50 というふうに呼ばれています。それでもうマルス券という種類があるんだと思うかもしれませんが、それだけではなくてこの印字方法にもまた2種類あります。切符の印刷方法が2通りあるのです。で現在ほとんどの駅では MV35 もしくは MV50 という券売機が使われているんですが、その MV35、MV50 から出てくる切符は全てこのようなタイプ、見てもよくわからないと思いますが、これは感熱紙と呼ばれていて、この辺はですね、この紙自体が特殊でして、それに熱を加えることによって印刷をする方法です。二色刷りになっていまして、これは温度が、まあ、例えば 50% 程度の温度を加えると赤くなり、 100% の温度を加えると黒くなるといったやり方が使われています。だから、まあ、見てもあまりよくわからないかもしれませんが、この紙、ここに黒い文字を一致しようと思ったら、その縁取りに必ず赤いエリアもできてしまいますよね。その赤いエリアが、まあ、ごくわずかですがこの文字の周りを赤く縁取るかのように印字をされる、これが感熱マルス券の特徴です。現在の JR の切符はほとんどそのような方法で印刷がなされています。もう一度開けっぱなしで行っちゃったな。はい、閉めておこうね。ただこれが少し前は異なりまして、熱転写方式という印字の方法がなされていました。これ簡単に言えば、まあ、普通の印刷です。ファックスみたいなもんで、ここにインクリボン、まあ、そのインクをですねこの上に乗せる、そういった印刷の方法です。ただそれをやるとインクを使うので、ちょっと、まあ、使うランニングコストがかさばる。だから、まあ、現在ではマルス券の印刷は基本的にもう熱転写ではなく乾熱方式になっているようです。現在 JR のごく限られた駅にまだ旧型の MV30 型自動券売機が置いてあります。これは別に意図的に残されているわけではなくて、ただ単にまだ古いものが一部残っているところがあるというだけに過ぎませんが、今日2月の26日に JR 東日本池袋駅の旅行センタービュープラザの中に設置をされている旧型の MV30 が新しいものに置き換えられる予定だということです。なんでそんな情報が出回るのか不思議なんですが、これはなんで知ってるんだろうと思ったら、単純に機器の更新を行いますということが JR に事前に発表されるのだそうでした。そしてその古い熱転写印字方式のマルス券が欲しい、そしてまた本日最終日2019年2月の26日東京から熱転写マルスの印刷が消える日にその古い切符を買いたいということで、数多くの鉄道マニアが池袋の旅行センターの中に集まり長蛇の行列を作っているそうです。別に切符の印刷方法については、まあ、皆さんが好きにこだわっていただければいいと思いますし、どこで切符を買うかも皆さんの自由です。ただ、まあ、私は個人的には別に乾熱方式でも熱転写方式でもどっちでもいいかなと思っていたんですが、まあ、さまざまこだわる方の言い分ってのはおかしいな、別に何も悪いことしてないからのおっしゃるところとしてはですね、まず熱転写方式であれば通常の紙の上に印刷をするので、切符の上にハンコをペタッと押した時にそのハンコがしっかり紙に吸着をされて残りやすい。対して乾熱方式では紙に特殊な加工がなされているので、その上にハンコを押したようににじみやすい、そういった違いがあるのです。実際にこれは確かにその通りだと思います。それから印刷がはっきりと赤は赤く出るし、黒は黒く出てにじみも起こりにくい。また紙自体の耐久性も熱転写方式の方が高いというふうに一般に考えられているそうでして、数多くの人たちが今では、数多くといっても多分鉄道マニアの界隈の中の一部だとは思うんですけれども、熱転写方式のマルス券、これに興味を見出すようになっています。つい先日2週間ほど前だったでしょうか、JR 東日本中央線の中野駅緑の窓口の中にある
自動券売機 MV30 型もこれまた姿を消しまして新型に置き換えられました。そして本日がその最終日、 JR 東日本の関東エリアからはもう完全に MV30 が本日をもって消えます。ビュープラザ池袋西口店、東口、西ですね、飛鳥西だな、池袋西口は今日の19時で営業終了となっています。私が今乗っているこの浅間628号ですが、大宮駅を18時26分の到着、そしてこれから臨海線、埼京線、の通勤快速、それに乗り換えまして大急ぎで池袋まで向かいますと、閉店の6分前には間に合う見込みです。本当はこんなギリギリではなくもっと早くから来たかったんですが、和歌山に行ったり石垣島に行ったり、船で帰ってきたり、今日もですねちょっと暑さ2号に乗って、その後、軽井沢から横川まで歩いたりとかいろいろやりまして、結局もう時間ギリギリになってしまいました。本当にギリギリ、もう今日のこのタイミングしか熱電車マルスケンを発行する機会がなかったので、じゃあ私も最後に行ってみようと思ったわけです。だから先に言っておきますが、ビュープラザ池袋店内の中をちょっと映すことはやめておきたいと思います。旅行代理店の中でビデオカメラを YouTuber が回すというのはあまり好ましいことではないように思います。普通の人がスマートフォンとかで撮影することについては私は、それは別にいいんじゃないかと思いますけれど、私のような人間が撮影するべき場所ではないように思います。 JR としても駅のホームとかで列車を撮影することについてはいいと言ってくれているんですが、ビュープラザの店内を撮影することについて特にいいとか悪いとか言われてませんので、それは私は控えるつもりです。ただ発行したマルスケとかビュープラザのお店の外側の様子は皆さんにご覧に入れたいです。東北新幹線、京浜東北線、宇都宮線、埼京線、グリーン車乗ってるの不思議に思う人もいたと思うんですけど、不思議なのは私の方でして、普通車もグランクラスも浅間のくせに満席だからね、なんだと思ったら弾枠が入ってたみたいです。クラブツーリズムだからもう座れないだろうと思って、それでグリーンにしたんです。グリーンだけはわずかに5席ぐらい空いていました。いつもだったら持ち帰りたいのですが、すぐ埼京線に乗らないといけないから持ち帰るわけにいかんの。っていうか、ね、そもそも今から行って券売機を操作することができるのかどうかさえ微妙なんですよね。私ビュープラザかなり頻繁に結構前など利用していたんですが、その時の常識だと営業時間が終わるまでにビュープラザの中に、普通はビュープラザの中に自動券売機を使いに行くんじゃなくて、その中で係員の方に対応してもらって、で旅行会社の相談をするわけですから、時間までに受付の番号札を引けば、そしたら対応してもらえるんです。だから時間までに店の中に入れば券売機は操作できるんじゃないのかなっていう気がするんですけど、でも券売機と店のあれって違いますからね。そこにある券売機じゃないとダメな理由って本来はないんだから、で店閉めたら、じゃあすいませんけど向こうの通路にある自動券売機使ってくださいって言えばいいわけですね。でも池袋駅の自動券売機の全てがMV30 なわけではなくて、そのビュープラザの中にあるものなだけでして、池袋駅の普通の切符売り場のところのはもう新型の MV50 とかに置き換わっているわけです。でこの埼京線通勤快速に乗って武蔵浦和、赤羽、十条、板橋、池袋、かなり早く着きますよ。池袋、池袋、お出口は右側です。で、池袋に着きましたけど、これ買えるのかな、50人ぐらい並んでるとか書いてあった。ついたけど、すごいことになってんな、これ。中を具体的に映すことはね、ちょっと他の人のプライバシーとかも関わるからできませんけど、ビュープラザの中が鉄道オタクで溢れてるよ。なんだこれ。とりあえずまだ並べるから並んでみるか。いや、そして皆さん今ね、何時だと思います？私はちゃんと並んでですね、JR の方のご厚意で、最後の1人まで、19時までにお店に入った人は入るというふうにしてくださったようなんですけれど、今の時刻がですね、なんと、これちょっと待ってね、
22時23分ですよ。ちょっとこれは恐るべきことですよね。本来は19時に閉まるはずのビュープラザが、さすがにもうシャッターは閉まってますが、あの脇のところにちょっとだけこう開いてますよね。あの脇の開いているところから、あの切符を買い終わった人が出てくるという状態で、このビュープラザの広い店内の私が入った瞬間はですね、もう半分が鉄道マニアで埋め尽くされてました。もう中の湿度もなんか外と違うんですね。気温も上がっていて、これはなんだと思ったもんです。で、これがその、熱転写式マルスケンですが、ちょっとわかりますかね、これ色が少し白っぽくて、また全く赤みを帯びていません。綺麗に確かに印刷をされていますね。私が買ったのはこの1枚だけです。3月22日東京8時52分発時309号の新潟までのグランクラスの切符。今度のダイヤ改正から上越新幹線の時号にはグランクラスが導入される予定になっています。でただし、それをね、池袋のこの、指定席券売機で買えるのは、3月の17日からかな、新しく上越新幹線グランクラスがデビューするのは。で17日から、今日の2月の26日発売分ですから、3月の26日、つまり17日から3月26日の間の分しか、時のグランクラスをですね、この、JR 東日本の池袋 の, あ の, この、つまり MV30 型で買うことはできないと、ちょっと珍しいかなと思ってね、ここで発見することにしました。他にもいろいろ必要な切符はありますけど、これ以上はいいかなと思います。ちなみにこれ、この5というのは関係ないんですけど、1923と書いてあるこれはですね、発券番号でして、これはこの MV でこの中に2台並んでいるんですが、そのうちの私が買ったのは MV15 という右側にある機械でしたが、これは少なくとも私の前に1922回あの指定席券売機が今日の朝から操作をされたということになります。これ単純に2台ありますから、2倍すれば、3846人ですか、それが、この駅で買ったということになるんですね。本当に恐るべきことです。中でもいろいろ信じられないことが起こっておりましたので、皆さんに、こう目を取ってきてからね、お伝えします。まず19時になった瞬間、これでもうお店は閉めるということで、これ以上中に入れなくなりました。で、19時の時計を、示した時にですね、中にいた、大勢のも、私その時に数えたんですが、19時の時点で並んでいたのは68名でしたが、68名の、鉄道マニアの人たちがですね、結構みんながあのこう携帯電話とかコンパクトデジカメとか、あの一眼レフカメラとか全部取り出してですね、19時の時計と、扉の閉まるビュープラザのお店の中を撮影してたんですね。その点について、私はちょっと動画はね、こういうふうにこう広くアップロードするから、お店の中で撮影はしないというふうにさっき言いましたけど、自分で個人用に撮影することに関しては特に禁止もされていないので、そんな悪いことではないかもしれない。ちょっとその点については私はコメントしませんが、で、中もですね、こう68名見回してみると、こうどっかで見たことあるような人が多いんですね。やっぱこう筋金入りの鉄道マニアってね、どっかで見たことある人が本当に、向こうも私のことを見てそう思ってれば、あいつまたいるよと思ってるんでしょうけどね。で、話を聞いたところによると、私が来るだいぶ前にはですね、1人で20分やら30分やら、ずっと操作をしていたという人までいたそうでありまして、でもそういう人たちがね、ずっとひたすら切符を買いまくって、確かに私もね、見た中でなんか1人で こんなにですよ、もう何百枚買ってんだみたいな大量の切符を買ってる人もいましたので、確かにそれで時間が伸びてるんだろうなっていう感じがしました。結局、私が出るまでに大体3時間と20分ぐらいかかりましたから、1人当たり多分1人の券売機の操作時間は平均して3、4分というところですよね。確かにこれちょっと結構長いよなと思います。一応別に早いとか短いとかそういうのは抜きにしてですね、言っておきます。私は、ね、でもその早ければいいとかね、言うもんでもないような気がするんですけど、私は多分30秒ぐらいで一応抜けたと思いますよ。で、それからあとはね、ビュープラザは本来旅行代理店ですから、旅行会社の方が中にいらっしゃるんですが、それ以外に本社とか、それから JR 東京支社とか、さまざまなところから来た背広組のですね、つまり企画部門で働かれている方が、私のメモによると7名もこのビュープラザの中におられたんだそうです。そして、列の誘導整理とか、そういったことに従事されていました。で、それから外にもですね、もう今この時間になるといないんですが、隙間から多数のギャラリーがいて、ビュープラザの中はどうなっているんだとこう覗きに来るというありさまでした。旅行会社がそんなになってるのかと本当に驚くべきことです。で、買い終わったと思ったら並び直す人とかもいてですね、なかなか行列は進まない。で、1メートル進むのに、私が最初入った時点で1メートルの行列を進むのに10分かかりました。行列は全部で20メートルじゃ効かなかっただろうな、それぐらいの長い行列でしたよ。で、20時15分ですが、もうお店が閉まったのが9時ですから、1時間15分店が閉まって、で、業者の方がですね、ちょっとまだやってるのかとこう覗きに来られたのが見えました。業者の方というのは、本日このビュープラザの中で工事が行われまして、 MV30 型、この MV30 は結局全国に残った MV の最後の MV30 の最後の2台らしいのですが、その MV30 型の撤去をして新しく MV50 型を取り付ける、その係というかね、担当の方がまだやってるのかと覗きに来られたようです。でビュープラザ
の本来の旅行業を担当する方は変えられましたが、まだあの背広組の方が残っておられるという状態です。今なお残っています。あとは池袋駅の助役さんとかも残っていらっしゃいます。で、21時になった時点でまだ1時間ほどかかりそうだな、まあ、そんな状態だったんですね。でそして実際にまだ今21時30分になろうとしていますが、マナーの中に切符を買っている人がいます。また驚くべきことに21時30分ぐらいにはですね、あの椅子があの到着しまして、なんと ありがたいことに池袋駅の方なのか、あの東京支社の方なのか、本社の方なのか分かりませんが、あのビュープラザの奥に余っていた椅子を持ってきていただいてですね、まだなおあの行列をしている、十数名の鉄道マニアのところにこうわざわざ椅子まで並べてくれたんです。これはもう JR のご厚意、それ以外何者でもありません。駅員さんだって工事の方だって鉄道マニアの人がね大量に並んでて、指示になったんだから、はいもうおしまい、券売機は改札の方にだってあるでしょ、そっちで買ってくださいっていうことはできるはずなのに、そうは言わなくてね、これが行為なのか、それとも鉄道マニアがなんかまたごねるかもしれないから仕方なくやってるのか分かりませんが、しかし少なくともあのこれをファンとしてやっている人にとっては大変ありがたいことだと思います。まあ私はそこまでこの券売機に熱意を持ってきていたわけではないから、買う権利はあるけれど、しかしすぐ去ろうと思ってね、あのたった1枚切符、グランクラスの切符を買っただけで済ませたんですけれど、当たり前のことですけれど、趣味には様々な形があって、どんなものに興味を見出すかっていうのは当然人それぞれです。もちろんだから切符に興味を見出して、どのような印字方法に、ね、なされるかということをこう追求するんだって、それは大いに趣味として楽しむべきだと思うし、でまた閉店の時間が3時間延びようとも JR が売ってくれるというのであれば、それはまあなんとかしてこう買っていくと、まあ、そういう風に行列を作り延々とそれに並び続けるということをやっても全然問題はないと思います。ただやっぱり鉄道マニアとしてはですね、このマニアの高らか趣味、それに大勢の工事の方と、それから JR の駅員さん、および本社の本社とか支社とかね、そういう、管理部門の方々までおいでいただいて、大変もうね、私たちには椅子まで用意していただいているというのに、向こうはこうビシッと出入り口のところに立ってね、ありがとうございました、ありがとうございましたって笑顔でありがとうございましたと言って、切符を3時間も行列を作って、自分たちの帰るのを3時間以上遅くさせている、そういう連中に対して、笑顔でですね、あのお礼を少なくとも表面上だけでもかけてくれるっていうのは、これは本当にすごいね、あのいいことだと思います。これ以上のホスピタリティありませんよ。敷島より私はね、断然こっちの方がすごいと思いますよ。終わった後で、あの工事の方とかね、 JR の裏方の方とかね、みんなして、ね、なんだあいつら頭おかしいんじゃないかとこう悪口を言い合う大会とかが開かれたって、こりゃ文句は言えないレベルなんですよ。でそれでね、白い目で見られたってね、あのあいつらまだどかねえよとかね、裏でブツブツ言われてたって、もう全然私としてはもうあのこう親指を上に立ててね、あの笑顔で切符を買って帰るぐらいで、そういう気持ちでないといけないんですが、逆に向こうがありがとうございましたと言ってまっすぐな、なんでそこまでしてくれるのか、いや本当にありがたいことだと思います。あの心から感謝の気持ちでいっぱいです。 JR の皆様、あのこんなオタクどもの趣味に付き合っていただいて、いや本当にありがとうございました。同じようなことしか言ってないと思いますが、私は本当にそれだけねありがたいと思って、今この池袋駅西口で感動してるんですよ。池袋駅西口のビュープラザ、私も寝台特急の切符とか買うときにね、何度も何度も世話になったところなんでして、もうただでは済まないぐらいですね、ここには世話になってて、もうなんか菓子折り持ってあの挨拶とか行った方がいいんじゃないかなんて、昔はあのありがたいこともいろいろと、別に特別なことはしてもらってないですが、あのしてもらったのですが、まあ、その時もね、あの半分冗談で、しかし今半分は本気で言ったんですけど、あのお気持ちだけと言いまして、そりゃそうだよなと思ったもんです。その当時から池袋のビュープラザの西口もね、まさかこれがこんな形でこのビュープラザの西口に来るとは思いませんでしたけれど、寝台特急が廃止になってしばらく来てなかったんですが、ここのね、あの券売機がまさか最後に残る MV30 になるとはね。ちなみに MV35 というものが JR 東海の三島駅で、ここから東京一番近いところに残っていて、愛知県内などでも数多く使われているようです。それから JR 東日本で最後に熱転写方式での印字がなせる券売機はまだ1台残っておりまして、JR 東日本、東北新幹線の七戸と和田駅に MV35 型の、間熱印字方式があるんだそうです。私もちょっとね、MV35 は全部あのなんだ熱転車、七戸と和田にあの熱転車の、MV35 があるそうです。35っていうのは全部私間熱だと思うんです。そうじゃなかったんですね。こんな話聞いてもどう皆さんが思われるか分かりませんが、そろそろ動画も終わりにさせていただきたいと思います。私もね、夕食食べてませんのでね、疲れました。あの本当は峠の釜飯食べたかったんですけど、まさかこんな3時間も行列するとは。いやいいんですよ、私の意思で行列したんだから。でも JR の方はね、自分の意思で行列から離れるというか、自分の意思でビュープラザから帰ることはできないんで、やっぱここが大変だったなと思います。まあ、私も明日の朝ね、またあの一番の飛行機であの韓国に行かなければいけませんので、もう今からですね、あの羽田行って泊まろうと思いますけどね、今日も家に帰ることは結局できませんでした。まあでもあのまた明日も動画を視聴者の皆さんお楽しみによろしくお願いいたします。改めて申し上げますが、 JR の皆さん本当にありがとうございました。あのこの熱電車の切符はですね、JR の方々の、その親切の象徴として、御所を大事に取っておきたいと思います。
おお、あの向こうのトラック、あの中にブルーシートに包まれた縦長の機械が精密機器のようですが、あれが新型の MV50 か。ああいう風にトラックで運んでくるんだな。へえ、初めて見ましたよ。アップして映したいところですけど、それは控えておこうと思います。そうそう、あともう一つだけ言い忘れたことがありましたが、の本社の方だったか東京支社の方だったか、まあ、ともかく背広組の方ですけどね、の切符買って帰るにこやかな、まあ、高校生中学生ぐらいの人があの客層としては多かったわけですけれど、まあ、多分、ね、あの熱電車切符なんてもうあのそれよりも年代が上の人はもうほとんど別に持ってますからね、まあ、そういうぐらいの人たちがあの3分の1ぐらいは占めていたかなと思いましたけれど、あの帰る時にね、あのなんか欲しい切符買いましたかとか言ってね、あの声をかけてあげていたのがとても微笑ましい光景でした。そんな風に声をかけてあげるなんて、ね、本当こうなんどうしたらそんな優しい声がかけてあげられるんだろうなんて思うんですけどね。あの人はそんな人混みの中で立ち音弁してるよ。夜の池袋は怖いのでタクシーで羽田に向かうことにします。ありがとうございました。